H のスタイリストの武田京です。モデルのさゆみちゃんです。今日はブリーチをしてからミルクティー系のカラーにするんですけど、今回今根元が2センチぐらい伸びている状態で、その下が3センチぐらい1回ブリーチしてある状態で、その先が2回ぐらいブリーチしてある状態のベースから、なるべくちょっとムラのなく均一のベースを作って、少し明るめのミルクティー系のカラーでいきたいと思います。根元をブリーチしてない部分が2センチぐらいあるので、今回アリミノのブリーチ120とナプラのアクセスフリーを1対1で、オキシが今回イノアの 4.5% を2倍で使います。ちょっと上がりやすそうだなっていうのがあるので、 6% でここだけガツンと明るくなりすぎても後から対処するの大変なんで 4.5% でいくのと、あとはイノアのオキシにする理由はちょっと粘性があるので塗りやすくて、薬があまり伸びずにポンと乗っかってくれるので、今回そのオキシを使います。ブリーチする前にまず前処理をしていきます。で、今回ファイバープレックスの PPT と CMC を使っていきます。そう、 PPT が主に髪の補強、 CMC が役立つ通り道を作ってあげて手触りを良くしてくれたりとかっていう感じですかね。今回ブリーチ剤にもケア剤を入れてて、タマリスのケアミスト全体の 5% を入れてます。で、とりあえず普通に4ブロックに分けて根元を僕は上からまず塗っていきます。で、今回リタッチ幅も短いのと、薬をちょっと粘性を固くしてあるんで、粘性が固い分オーバーラップしにくくなるので、ペーパー使わずに薬の硬さだけでカバーする感じで、結構イノアのオキシが個人的にすごい硬くてブリーチ剤がピタッと止まるかなっていう風に思ってます。あとはタマリスのプレイオキシが結構硬いなっていう印象ですね。塗りやすいのと、あとは粘性が柔らかいオキシって時間経ってくると水っぽくなって液垂れ起こしたりとか、あとはここ今ピタッとこう2センチぐらいでピタッと塗ってもだんだんこう下にグーッと下がってくるんですよ、緩くなって。それもあって硬さがあるオキシを僕は使ってます。オキシは今回 4.5% にしてるので 6% と 3% は1対1、基本的に多分2倍でやりますね。中間毛先の残留が若干読めないので、どんぐらい上がってくるか。でも中間毛先に対してあんまりこう強いブリーチとか使ってこれ以上ダメージをかけていきたくないので、少し中間毛先に対しては優しめのブリーチ剤を使うんですけど、その時に根元の方がパツンとなりすぎてる状態をなるべく作りたくないのと、根元白く上げすぎちゃうと根元1センチぐらいはかなり白っぽく上がってくるんですよ。ここはあんまり白くさせちゃうと次のリタッチもちょっと危ないなっていう感じになってくるので、今回ちょっと甘めに上げていきます。ただ結構ハイトーンにする場合、まあ、この子とかぐらいのハイトーンにする場合は 6% でしっかり時間を置いてリフトさせる場合もあるので、結構その時によってオキシと1剤はあんまり買えないかもしれないですけど、1剤は基本的にリタッチは120、アリミの120とナプラアクセスフリー1対1で2倍が 6% 2倍が多いんですけど、オキシ変えたりはします。あとはタイムでコントロールしたりとか。根元塗り終わったらちょっと一旦放置して根元がリフトしてから毛先は塗りたいと思います。で、根元はちょっと数ミリ開けて塗ってます。毛先はアクセスフリーでメインで抜こうかなっては思ってます。とここから一旦20分ぐらい置こうかなと思ってるんですけど、根元が薬が少し膨張してくるので、ちょっと膨張した薬を2センチぐらい、前回のリタッチこの辺が見えないんですけど0、1、3っていう状態なんで、この1の部分をもうちょっとリフトさせないと毛先と合わなくなるので、ここはリタッチ放置した後に根元の薬剤少しこっちに伸ばしてあげて、ちょっとこの間をリフトさせてあげようかなと。これであとちょっとトップだけペーパー貼ってラップして時間を置いていきます。ちょっとまあまあ上がってきたんで次に進みたいと思います。ちょっと毛先塗っていきます。アクセスフリーが3の121で根元からチェックしつつ塗っていきたいと思います。その後にアクセスフリーの 3% で毛先はいこうかなと思います。ブリーチで今大事にしてるのはリフト力とかもありますけど、粘性も結構大事にしてますね。今回やるなんかミルクティー系とかだとやっぱそこまでがっつり上げなくても、ミルクティーベージュって
難しいのがお客さん一人一人想像してるミルクティーベージュって多分違うんですよね。グレーくすみ感はあんまりいらないっていう子もいるし、明るさとかもそうですけど、ちょっと白っぽさがある方がいいという人もいるから、一人一人に合わせて最近はやってますかね。中間の上がりがまだ途中って感じなんですけど、毛先の残留色素もちょっと読めないので、アクセスレーティング 3% で毛先も伸ばしていきたいと思います。ブリーチ剤全部にタマリスのケアミストとリトルサイエンティストのリノベータークリームというケラチン系の薬剤ですね、混ぜてあります。ちょっとこうオレンジ味が残って上がってきてるんで、これブラウン系のロートーン入ってる可能性が高い、まあ、ただ今回そんなめちゃくちゃハイトーンにするとかではないので、これで流したいと思います。ちょっとこのブラウンの残留が残ってるんですけど、まあ、ちょっとこうよく見てもらうと分かるんですけど、わりかしムラはなくなってる状態なので、もうこのままあとオンカラーいきたいと思います。今回リタッチ部分と分けようかなと思ったんですけど、トーンもそうですし、色味もそんなにこうムラになるような色味じゃないので、ベージュ系は比較的にベースのムラが馴染みやすい色なので、今回ワンタッチでいきます。カラー剤がエドルのパールの9トーンにマテリアのオレンジベージュ10トーンが 20% と、あとソフトタッチの6の68が 20% 入ってます。エドルのパールがチャート上だとグレーっぽくなるんですけど、それベースだけでいっちゃうとグレーに寄りすぎちゃうんで、そこでちょっとオレンジベージュ足してあげることによってグレーっぽさが創殺されて、なんか程よくくすんだ感じの色味になるので、でまあ普通に根元から毛先まで一気にいっちゃいます。はい、全然大丈夫だと思います。よく見ると結構ブリーチ履歴がある髪の毛のアンダーの見極め方ですごい僕的に大事なのが、色素の残留があってもダメージとかトーン自体はおそらく1回例えば18レベル19レベルまで上がってるとそのぐらいの明るさには上がってたりはするんですよ。なんかこれもパッと見少しオレンジっぽく見えるんですけど、なんかこうよく光を透かしてみると明るさ意外とあるんです。なんでアンダーの見極め方すごい大事になってきますね。これがやっぱりちゃんと色素もトーンも残留があって、暗いようだと根元とやっぱ変えないと差は出ちゃうんですけど、あとは例えばたまにやるのがやっぱり結構攻めた配合するとくすみすぎたりするんですよ。ちょっとグレーに寄りすぎたなとか紫入りすぎたなって時にオレンジシャンプーしてあげると結構柔らかくなります。確かフィオーレかどっかで出てるんですけど、僕はあのシャンプーに製造のカラーミューズのオレンジを 5% から 10% ぐらい混ぜてオレンジシャンプーを作っちゃってやりますね。基本多分5分から10分ぐらいで流します。結構さっき薬塗った状態だとかなり紫っぽく見えたと思うんですけど、なんか流すと意外と消えますよね。でなんか飛んだ感じが逆にすごい柔らかくなって可愛いなと思って、結構僕は計算した上でちょっと多めに入れる 20% ぐらい入れちゃいます。せがれはこんな感じに綺麗にムラもなく均一に染まりました。まあ、さっきもちょっと話してたんですけど、毛先がパッと見るとオレンジっぽく見えて根元が黄色く見えてたと思うんですけど、やっぱアンダーよく見ると毛先の方は透かしてみると抜けてるのが見えるんですね。なんでそういうアンダーの見極めしっかりしてあげると、こういう風に今回みたいにワンタッチでカラーしてもムラが出ず綺麗に染まるので、今回茶色のカラー剤を使わないでなるべくちょっとミルクティーっぽくっていう風にさせてもらったんですけど、アッシュをちょっとこうオレンジで創殺させながら、まあ、あとはピンクラベンダーを入れて、黄ばみをしっかり押さえて、で今回ちょっと多めにピンクラベンダー入れてるんですけど、なんかちょっとピンクラベンダーがシャンプーで流れてちょっとほんのりこう光つけると残るぐらいな感じが好きで、そういう風にちょっと今回カラーさせてもらいました。でちょっとこうミルクティーっぽさのある、でもあんまりこうグレーすぎないけど茶色すぎないみたいな感じのちょっと絶妙な色合いで染めさせていただきました。